今月の28日から始まる G3 イースタンヤングの舞台ともなっている2ボートレース上で行われてきましたルーキーシリーズ第10戦スカパー JLC 杯もいよいよ優勝戦を迎えます。なおこのレースはレディオキューブ FM 三重今夜もバズバズ様ご協賛による今夜もバズバズでございます。この度のご協賛誠にありがとうございました。動きを見せる6号艇西海に対してはやはり1号艇村松修司だけが抵抗です。昨日の準優勝戦はただ一人逃げ切り手強いオーバーエイジたちを相手に真っ向勝負。2コースは6号艇西川雅紀です。今シリーズも進入から妥協はありませんでした。念願の地元初優勝を狙います。中段3コース2号艇中島健一郎今月のイースタンヤングはドリーム戦にも選ばれています。ここで結果を出してさらに手応えをつかみたい。4コース3号艇菅文也船足は十分に戦えるレベルに仕上がりまして A 発スタートから本領発揮。5コースは4号艇上野慎之助今節は通算600勝も達成しました。ここでは格上のさばきを見せつけたいところ。6コースは5号艇佐藤博明です。東海地区のトップルーキー連日の整備が最後に実を結ぶか。角は3コースになりました。2号艇中島健一郎3角1、2コース村松西川すでに100メーター切っています。ルーキーシリーズ第10戦スカパー JLC 杯の優勝戦スタートまでは10秒前です。インコースから1番6番ダッシュが2番3番4番5番です。スタートしました。1コース1号艇村松スタートを決めました。3角から2号艇中島も出ていくか。2号艇の中島1号艇の村松突っ張ったマークリザーさん3号艇菅文也切り込んでくる4号艇上野になりますがマークリザーした3号艇菅が先頭1点差リード。1号艇村松2番手3番手の次は4号艇上野が打ちこのうちから6号艇西川接近外は2号艇中島最後方5号艇佐藤スタートは正常です。2マーク3号艇菅旋回切り込んでくる1号艇村松が流れました。振り切った3号艇菅先頭2番手1号艇村松修司3番手2号艇中島が一定瞬間リード内側から6号艇西川外から4号艇上野が続きます。2周目に入って1マーク3号艇菅1号艇村松クリア3番手6号艇西川先回っていく開いてから切り込んでくる2号艇中島内を突く2号艇中島が現在3番手2停止リード4番手6号艇西川食い下がって5番手から4号艇上野あるいは最後方5号艇佐藤が続きます。2周にマークの旋回切り返してくるトップラス1号艇村松握っていったんですが3号艇菅が少し合わされながらもカス3番手からは2号艇の中島ついて先頭3号艇菅がリードは2停車2番手1号艇村松が追走3番手は2号艇中島でこれから最終周回1マーク逃げ込みを図る3号艇菅文也最後開いてから切り込んでくる1号艇村松修司も先頭は3号艇菅が一定勝のリード内側から食い下がってくる1号艇村松へ先がかかってくるかどうか外は3号艇菅文也内1号艇村松が並んでくるかどうか突破さん優勝争い最終ターンマーク内を抑えに行くのは3号艇菅1号艇の村松が突っ張る流れるか3号艇菅それでも1号艇の村松を振り切るか外3号艇の菅がなんとかトップは守り切って3、1、2の体系先頭3番菅文也優勝五輪2番手1番村松3番手2番中島6番の西川後方4番上野と5番佐藤が接戦で五輪です。第12レース優勝戦の確定は1着3番2着1番3着2番でございました。